フラワートラベリンバンドは1970年にデビューした日本のロックバンド。内田祐也とザ・フラワーズがメンバー交代で元4.91の上参中、元ビーバーズの石間秀樹、元ザ・タックスマンの光月潤、和田ジョージ4人による体制になり1970年2月に改名し再出発。内田祐也はプロデュースを担当し、 日本コロンビアから日の照正、クインテットとシングル、クラッシュを発表した後10月に日本フォノグラムでアルバム、エニーウェアを発表。同年に開かれた大阪版国博覧会の出演中に知り合ったカナダのロックバンド、ライトハウスに見出され、メンバーはカナダへ渡る。地元でライブ活動を重ね評価を上げた彼らは、アメリカのアトランティックレコードと契約し4月にアルバム、 サトリをアメリカとカナダで発売。同アルバムとシングルカットされたサトリパート2がカナダのチャートに入る。また、ライトハウス、エルプ、ドクター、ジョンなどのミュージシャンと共演ライブも行った。1972年3月の帰国後、篠原信彦がサポートメンバーとしてバンドに参加。全国縦断コンサートを行い、さらに1973年1月に来日する。 ローリングストーンズの前座を務める予定だったが、来日は中止になり大きなチャンスを逸してしまう。1973年2月、アルバムメイクアップを発表。同年4月、京都演山公園音楽堂で行われたコンサートを最後に解散する。解散後、石間と篠原は、新六分選の元メンバーらと共にトランザムを結成。他のメンバーはソロで、 音楽活動を続けたが、光月純は後にカナダで事業家に転じた。2007年11月25日付でオリジナルメンバーによる再始動が30の公式サイト上で発表された。2008年には新アルバムのリリースとコンサート活動が行われた。今回の再結成では、篠原信彦が改めて正式メンバーとして迎えられている。 フジロックフェスティバル08に参加し、9月にアルバム We Are Here が発売、合わせて全国7カ所でアルバムツアーが行われた。海外では今でも評価が高く、2008年11月にニューヨーク公演、12月にカナダ公演を行った。2011年8月7日に山中がガンにより死去したが、活動は続けられている。内田祐也のアイデアにより、 全曲英語の歌詞で歌い東洋的な旋律をモチーフとして独自の音楽性を確立した。当時の音楽業界ではロックを日本語で歌うか、英語で歌うかの論争があったが、内田は英語で歌うことを決断した。東洋的な旋律の上に乗る山中の高音の歌声と石間のスライドギターを駆使した、悟りは高い演奏力と相まって無国籍的な一種独特の世界を展開している。 カナダで成功を収めた彼らは海外進出の先駆的な存在となった。しかし当時の日本ではフォークソングが全盛を極めており高い演奏力と独自の音楽性を持つ彼らをもってしても大きな成功を収めることはできなかった。1977年、日立のテレビの CM ソングに彼らの曲が採用され再び注目が集まった。また、 デビット・ボーイも彼らを高く評価しており、活動の拠点をニューヨークに移すことを強く進めていたと言われるが、すでにバンドの解散が決まっていたので立ち消えとなった。日本のヘビメタルバンドアウトレイジのアルバム、ブラック・クラウズで、スローリー・バット・シュアリーがカバーされた。2000年には、ユナイテッド・ザ・サーフ・コースターズなどによるトリビュート版、フラワー・トラベリン・バンド・トリビュートがリリースされている。 2002年には、三池隆史監督の映画、実録、安藤昇るキャンドー電劣化で、サトリがサウンドトラックとして用いられた。また、イギリスのミュージシャンである、ジュリアイ・コープが2007年に執筆した、日本のロック史の研究所、ジャップロックサンプラーでも、日本のロックンロールバンドの最高峰として位置、続けられている。ありがとうございます。